はい、皆さんこんにちは、ワダルビルビーチです。では今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジ続きをやっていきたいと思います。一年戦争のギレン総帥のシナリオにマフティをニューガンダムに乗せて歴史介入させてのチャレンジ企画になります。ここまで連邦軍を散々に倒してきて、いよいよ残っている連邦軍の拠点は宇宙ではルナ2、地球上ではジャブローのみということになりましたので、今回はその2つの拠点撃破をしていきたいというふうに思います。では早速時間を進めていきましょう。モビルスーツはすでに生産ですね、最終アップデートまで入っていますので、この後続きをやっていきたいと思います。宇宙での主力部隊はですね、今ルナ2の方に集結させていますので、部隊が揃い次第ですね、ルナ2の殲滅戦に入っていきたいと思います。こんな感じですね。モビルスーツはもうあまり数は用意してなくて、モビルアーマー中心の編成になっています。強力なモビルアーマー、エルメス、ビグロ、あとはノイエジールなんかも用意してますので、これでルナ2を殲滅していきます。相変わらずオデッサはね、ドップで守りを固めているという状況です。ここにこれだけ敵のね、部隊引きつけているおかげもあって、他の拠点スムースに攻略進んでますので、同じ要領でルナ2も攻略していきます。ギレン閣下、グラナダ基地から全世界に対して放送が行われています。うん、やられた。これはキシリア反乱に入っちゃったかな。突撃機動軍司令キシリアザビはギレン討伐の兵を挙げた。兄に匹敵する政治手腕と軍事的な才能を。これはキシリアの反乱ですね。キシリアザビ、その聖望を慕って、キシリア反乱を起こすと確かグラナダに駆けつける。グラナダとハワイだったかな。ニュータイプ部隊のキシリアの指揮下に入ってしまうんですが、グラナダの近くサイド3アーバーオアクーにも、そしてハワイの周辺にも部隊がいないので、ちょっと急いでハワイとグラナダの周辺に部隊集めないといけないな。閣下、政党ジオンはグラナダを本拠地とし周辺区域に部隊を展開、同時に海洋部隊による制海権の確保に着手しました。キシリアごときに何ができる。お手並みを拝見させてもらおうじゃないか。しかし今少しで連邦の息の根を止めることができたのだが。そうですね、本当に連邦の息の根を止める、まさに秒読みカウントダウンが入っていたところで残念だな。まず状況の確認しましょうか。ハワイ、フィッシュアイを展開していたところはもう完全に撃破されますね。地球上でのキシリアの拠点はハワイだけだと思いますので、ガルバルディしかいないよな。キャリフォルニアには急いでちょっとキャリフォルニアに部隊を集めてハワイの進攻戦を行いましょう。完全に後手に回ってしまいそうです。で、周辺っていう意味で言うと東南アジアに部隊展開してるな。これすぐにでも北京部隊入ってきますね。まあ、幸いなことにギャンマリーネ、あとはギャンマリーネの指揮官機ハイゴックがいるので、これで防衛しましょう。あとトリントン基地、ここもズゴックかガルバルディ、これもズゴックとガルバルディでしのぐしかないですね。マドラスもちょっと危ないですね。マドラスはギャンマリーネとハイゴック、ちょっとこれ部隊増強必要かな。で、キリマンジャロ基地、ドップはこれオデッサに送る用のドップですね、送っちゃいます。他ギャンマリーネが3機だけか。とりあえず急いでモビルスーツ必要そうなのはマドラス、トリントンかな。それとハワイに攻略部隊を送りたいので、その部隊ですね。で、宇宙が本当に危ない。サラミス、ザンジバル、パーフェクトジョングしかいないですね。アーバーワークにも部隊はいないので、これ急いで部隊戻しましょう。で、時間かかってしまうと思うんですけど、グラナダに多分大増強されてしまうと思うので、マフティをグラナダ攻略に向かわせます。ではちょっと部隊の編成と
防衛攻略作戦立てていきます。はい、まずサイド3ですが、部隊を戻してザンジバル隊ですね、ここにはガトーランバラルなんかを配備して一気にサイド3、そしてアーバーワクーに迫ってくる敵部隊ですね、キシリアの部隊を撃破してグラナダに迫っていきたいと思います。まあなんとか間に合うかなと思いますね。ガルバルディ隊も戻して今こちらアーバーワクー方面に展開中です。このままグラナダを包囲殲滅していきましょう。一方地上ですが、ここもですね、今ハワイの方に部隊を戻していますので、このターンで侵入していきます。ここでもう何が何でもこのハワイを取って、できればキシリアの唯一のね地上における拠点、ここを奪い取っていきたいと思います。ここが取れると多分だいぶ楽になるんじゃないかなと思うので、ハワイを奪還することができればもう地上でキシリアの拠点はなくなりますからね。そうなると連邦軍だけを見ていればいいということで、だいぶ楽になりますので、ハワイできれば1ターンで取ってしまいましょう。ではハワイの攻略戦です。ジオンの方、まあ、正統ジオンの方は46部隊数ありますね。たった2ターン経過しただけでここまで膨れ上がってるのか、なかなか苦戦しそうだな。ハワイの敵の編成ですが、なぜかガウがやたら多いですね。あとグラブロも配備されているようです。あとジュアッグとかもいるし、ユーコンボいるので、まあ敵のね質という意味ではあまり高くないかなとは思いますが、数が多いので時間がかかるかもしれないですね。ハワイの攻略戦ですが、なかなかに今苦戦しているという状態です。強いですね。まあ、いわゆるイベントキャラ、イベントユニットという編成ではなくて、まあ、しっかりとですね最新のモビルスーツにアップデートされたものが、登場してきているなというのがキシリアの正統ジオンの動きのようでして、なかなかに今苦戦しているというところですね。ただこのハワイを攻略し終えないと次のグラナダの攻略戦が発動できないので、ここは何としても粘って粘って、このねハワイを攻略していきたいと思います。一応キャリフォルニアからは後続の部隊も、動員する予定ですので、まあ、その中でちょっとでも早く敵をね殲滅できるように編成を考えていきましょう。でグラナダ周辺では戦闘が始まってますね。あ、ただ部隊数出していても残念ながらまだハワイのね攻略が終わっていないので侵入できないというのがちょっと痛いですね。やはり一刻も早くこのハワイの攻略を進めなければいけないですね。部隊数がちょっとまだ揃っていないので、やや苦戦している状況なんですけども、この後も続々とハワイには部隊を送り込んでいくので、先遣部隊でねなんとかこらえている間に、戦況を一変させていきましょう。ようやくハワイの攻略完了になります。キシリアの方にはですね、まあ、シャー、ララ、シャリアブルといった、まあ、ニュータイプはもちろんなんですけども、まあ、他にもですね3連星なんかも寝返っていたり、ジョニーライデンも寝返っていたりするので、まあ、かなり厳しい戦いになってきてますね。できるだけ早くグラナダの攻略作戦発動して進めていきたいと思います。一旦ハワイでね、攻略作戦完了できたことで地球上におけるキシリアの拠点はなくなりましたので、まずは一安心というところです。続いてご覧の通りグラナダ制圧作戦の提案来てますので、これも早速発動していきます。グラナダ攻略作戦です。これより我が軍は正統ジオン本拠地グラナダに対する攻略作戦を開始する。
我らを裏切りジオンに混乱を招いた者どもを断じて許すわけにはいかん。キシリアを倒し再びジオンに秩序を取り戻すのだ。敵はもうエルメスとかも出してきていて本当に苦戦、もう今グラナダ周辺の攻防戦で苦戦という状況になってますので、ここはね頑張っていきたいと思います。ではグラナダ進行戦です。敵40部隊数になってますね。我々は68で侵入していきます。ギレン総帥自ら今回進撃侵入していますので、撃破されないようにだけ気をつけていきたいと思います。ギレン総帥がここで撃破されるとその時点で終わってしまうので、それだけは避けたいですよね。総帥は今ここにいます。マクベもここにいますね。敵ですけどね。このマクベはアポリー隊で撃破して先に進んでいきましょう。ギレン総帥は先ほど話した通りちょっとね心配な点があるので後方から侵入していきます。ルナ2方面からほとんどの部隊を引き抜いてこちらに連れてきているので、まあ、大部隊にはなっているんですけど、まあ、その分ルナ2方面がね結構やりくりが意外ときつくなってきてたりもするので、早々に決着したいですね。ここでマクベを撃破してます。まだシャー、シャリアブル、ララ、マリオンとかね、もちろん3連星ジョニーライデン強い敵残ってるので、これらがね総帥に総攻撃を仕掛けてくるとグアジンに乗ってる総帥が撃沈されてしまうので、それがないようにだけは気をつけましょう。ではモビルスーツ隊発進していきます。ギャンクリーガーにゲルググとかね、もう本当に最終フェーズに入っては来てますので、このまま進んでいきましょう。このエルメス誰も乗ってないな。こういうの本当に助かりますよね。誰も乗っていないエルメス、誰も乗ってないエルメスはただの箱ですからね。このバルバロにも誰も乗ってないですね。誰も乗ってないと本当に助かるな。ギャングリーガーは火力マックスまで上げているのでエネルギーの消耗は相当激しいんですが、敵にね格闘が入った時の威力は半端じゃないものがあるので、補給をしながら敵のエースパイロットを沈めていってもらいたいと思います。うん、今これマップ攻撃食らったな。誰の何のマップ攻撃だ。ゼーゴックだな。余計な攻撃食らったな。侮れないものがありますね。まあ、早々にこういう邪魔な機体は排除したいですけど、届くかな。ギバル届くな。ここは確実にもうこのゼーゴックを亡き者にしておきたいですよね。このエルメスも誰も人が乗ってないな。いや消耗が本当に激しいわ。ここにいるのはピグロか。ガルバルティ隊も出していきます。ビグロも出しましょう。基地中心部に向かってもらいます。デラーズもチベもガルバルティ隊を乗せて前進。ここにいるバルバロ2機パイロットとも乗っていませんけども、確実に仕留めておきたいので総攻撃を仕掛けます。総帥も少し前進しましょう。また食らった。また食らったな。ゼーゴックのマップ攻撃をエネルギー切れを起こしているので、まずは一安心かな。ちょっとじゃあこの拠点制圧して回復しましょう。デュバルもちょっとこれ回復しないと、本当にもうエネルギー切れを起こしてますね。さあビーグローがいち早く敵の基地中心部に入りましたので、これ敵寄せ付けないままなんとか攻略したいですよね。今撃破したのはキシリアでしたね。今度はビーグザムが登場しました。実弾武装を持った機体がちょっとあまりないので、今度はこのビーグザムの撃沈に手間取りそうだ感じがしますね。ギャンクリーガー、まあ、来ると名乗ってますけど、これの格闘でビグザム落とせないかな。こういうので落とせたりするとね大きいですよね。あとギャンキャノン、ギャンキャノンも武装はちょっと確認しましょうか。グレネードランチャーのキャノン、おいいね。これだったら図弾ヘースなのでできるだけ
ビグザムを狙いたいですよね。温存しましょう。食らった。たくさんメガ粒子砲食らいましたね。囲んで倒せないとこれあるからきついよな。ここにララーとマリオンがまだ外にいるので、グラナダのこれ中に入れないように取り囲んでおきます。ここビグザム、ジャンクリーガーで格闘で沈められるかどうかですね。支援攻撃ではギャンキャノンで砲撃加えてます。落とせそうだな。ギャンキャノンの支援攻撃今回入ったの大きいですね。これでビグザム撃破です。勝利にまた一歩近づきましたね。はい、グラナダの中心地制圧完了です。これでキシリアの新ステージ4は壊滅になります。もはやこれ以上の戦闘は必要ありません。我が軍の勝利です。思わぬ形でキシリアの反乱を受けてだいぶ動揺してしまいましたが、なんとか倒しましたね。グラナダの制圧に成功しました。政党ジオンは滅亡です。閣下、連邦軍は反攻作戦を阻止されたことで大きく戦力が低下しています。うん、連邦が滅びるのも時間の問題だな。はい、しかし一つ問題があります。連邦軍本部ジャブローの対空防衛網です。力押しで攻略することも可能ですが、かなりの損害を覚悟せねばなりません。ではルナ2の攻略作戦提案来ましたので、今度はルナ2の攻略作戦を行っていきたいと思いますが、今回はここまでにさせていただいて、その模様は次回お届けしていきたいと思います。